ホワイトアウト。え、フリーズ？フリーズじゃないのこれ？フリーズじゃないのこれね。もうフリーズでしょ。回ってねえもんだって。イエース。見たよ。
ない危ない危ない危ない終わった感謝でございます。やっぱり現実的だな。
よ。キャラリーが少なくてダメですよ。ありがとうございます。お腹が空いたら食べます。なので、30は待っています。
ベット出た。かもしれないよ。アオリだった。おしゅう。ヤシャマルを撃ったのはこのわしさ。ヤシャマル
た。見苦しいぞ。こっちで一連、ただ絆が張ってるんで。ああ弱いか。やりました。ここで多分銀七が出ることもあるんですね。もう一戦闘志確定することもあるんです。多分マジでチャンス確定。大空いとかその全員可能性高いじゃないですか。あーダメか。初めてかもしれないですね。消化中、NHC 消化中のコーナーに17が揃ったのって。
った。終わりです。はい、実戦終了でございます。バジリスク絆朝一から1台323番台ですね、取りまして打ち切りました。あの台がなかなかフリーズも引けたし、最後に一発フリーズよりも取れた一発があったんで、まあ、勝ちは勝ちです。もうご覧の通りね、最後の一撃で1500枚が取れてたんで、なんであとはトータルの結果ですね。皆さん、気になると思うのはね、まず獲得枚数ですが、こちら2184枚でございます。2000枚オーバー。前回何枚でしたっけ？覚えてないですね。僕も覚えてないです。プラスはプラスでしたね、はい、ただ3枚数っていうことで、1500枚オーバーを目指すなら、まあ、700枚使ってなければ OK ってことでしょ。使ってませんでした。250枚でございます。投資少ないですね今回は。簡単に当たりまして、その出玉をなくすことなくなんとかやりきりました。というわけで今回もあげたいんですよ。心からあげたい。もう早くあの上げて違うデザイン作りたいんですけど、あげませんあげられないんですよ。初打ちのバジリスク、収録が初打ちということもね、計らずもなりましたけれども、通常時はまあ淡白になったかなという感じがしますね。で、僕の台と右隣はフリーズを引いたんで、まあ、その出玉が土台になって積み上がっていったんですけど、左隣はフリーズは引くことなく初当たりをどん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 重ねていって、その間に結構大きい2000枚ぐらいの塊を引いたりしながら、今多分5000枚近く出てるのかな。なんでやっぱり初当たりがね、引けないとっていうところになりますんで、皆さんホールで打つ場合は、まあ、連チャン率も大事ですし、 BC の引き、あと上乗せの引きも大事ですけれども、とにかく初当たりをまずはね、よく注目していい台選んでってやっていけば、バジリスク絆こちらもね、楽しめるのではないかと思います。というわけで、マリモド第7回も目的に素晴らしい結果で終われたので、次回以降も楽しみにしていただけたらとか言ってると足元救われるんだよね、まあ、そうならないように次も気合えて臨みますんで、どうぞ配信の方をお楽しみに。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。